入学式が懐かしいですねあなたはナイトレイヴンカレッジにもうなれましたかあなたが愉快な学園生活を送れるよう願っています。 式典の日だって、やることはたくさんありますよ。布の多い服にはなれません。観賞魚のように、尾びれが長い種族ではないので。人間を観察するのは好きなんですが、されるのは得意ではなくて。えふふふ、あがり症ってやつですかね。オンボロ寮。部屋が余っているなら、多寮生に貸し出してはいかがです ゴースト付きの好物件ですし。式典がある日は静かでいいですね。普段は騒がしい方が多いですから。緊張してますかリラックスできるお茶を入れましょう。それはもうぐっすり眠れますよ。闇の鏡が量を選別すると知った時は驚きました。アズールとフロイドは同じ量だろうと思ってましたが。 フロイドも入学式の時にちょっとした騒ぎを起こしたんですよ。あなたとグリムさんのようにね。<laughs> 目的に合わせて服を変える人間の文化は興味深い。周辺環境に合わせて鱗の色を変える魚のようですね。星を見ると時間が経つのを忘れます。先生術が好きというよりも単純に面白いです。 <laughs> あなたも人が悪い。あまりからかわないでください。あなたは、ナイトレイヴンカレッジの歴史をご存知ですか知れば、この礼服の重みも増すかもしれませんね。